皆さんこんにちは、レック専任講師の田中です。今回はですね、予備試験の担当式試験の、結果発表を受けて、この動画を撮影しております。まずはですね、予備試験、担当式試験受験された皆さんお疲れ様でした。今回ですね、合格発表を受けてですね、届かなかった受験生の皆さんにまずメッセージです。とにかく、まずは受け切ったことっていうのは、一つ大きいとは思いますが、どうしても結果が伴う試験です。ですので、今回、論文式試験に進めなかったということで、もし場合によっては、とても落胆している受験生の方も多いと思いますが、担当式試験は、努力の試験です。次に必ず今回学習した内容というのはつながっていきます。特にですね、これまでの受験生の例を見るとですね、担当式試験1回通っている受験生というのは、次の年度以降もですね、しっかり受かっています。今回やったことは無駄にならないということは、しっかりと押さえていっていただいて、じゃあ次年度に向けてどのような形で進めていくのかということを、まずは現状分析をしていくことが大切なのかと思います。特にですね、今回の合格点を踏まえてですね、皆さんが受験して自己採点、場合によってはこれから結果が返ってくることになると思います。その点数のギャップというものをまず自己分析していただきたいと思っております。特に一般教養科目という少し不確定要素というのがあるので、一概には言えないですけれども、単純に合格点と今回取れた点数を比較して何点足りなかったのか、でその何点というのが、実際どのような問題が取れていれば、その点数に達していたのかということをまずは数値化していくというのが大切だと思います。仮に今回20点足りなかった受験生の皆さんは、7科目、法律科目7科目でいうと1科目平均3点ということになりますから、そうすると、1問ですね、1問から2問というのを各科目で積み上げていければ十分合格点に達していたということになります。じゃあその1問、取るために、じゃあどのような勉強が、今回できたのか、もしくは来年に向けてどのような勉強をすべきなのかということを、具体的にイメージを持っていくということが大切になります。予備試験の過去問についてはですね、とにかく、過去問の反復というものが重要になってくるということは、常日頃から、私講義の中で実は触れているところなんですけれども、やっぱり今回もですね、過去問からの、実際出題というのが多くあって、過去問をしっかり分析していく中で点数を取れていた受験生が多かったと思います。過去問の分析が、仮にですね、十分に回らなかったということであれば、次年度に向けてどのタイミングから学習していくのかという戦略をしっかり立っていくということが大切になります。そして過去問を十分に回していたにもかかわらず、点数が届かなかったという場合であればですね、実際に過去問のどのような部分が、実際やったけれども取れなかったという部分があるはずなんですね。でその部分について、実際に、各問題ごとですね、今回まだ時間も来年に向けてということでは時間はありますから、例えば足ごとにですね、過去問で実際に出題されていて、この部分がしっかりできていたならば取れたであろうといったような、そういう分析というものをしっかりしておくことが、必要になろうかと思います。これはもう各人ですね、人それぞれ、その敗因分析であったりとか、現状分析というのは変わってくるとは思いますけれども、まずは現状分析をすること、それをしっかりとしていただければと思っております。で合わせてですね、来年の受験生になるということであればですね、今年論文式に向かっていく、担当合格した受験生の約8割ですかね、論文の合格率が 20% ということになりますから、約8割の受験生が今回もう一度予備試験に向かってくるということになります。となればですね、これからの2ヶ月間論文式に向かっていく受験生は、論文に向けてものすごい勉強してくると思います。論文式を突破すればですね、この先、口述式、それから司法試験2回試験という形で、法律実務家の道というのが開けてくる、そういう転機になってますので、やっぱり死に物ぐらいというかですね、そういうふうな覚悟を向かってやっていく受験生が多くいます。でその受験生もですね、その中の8割の受験生は来年、皆さんと、担当式試験から、戦っていくことになります。とするとですね、結果が今回ね、届かなかったとしても、論文式に向けて残り2ヶ月間の、勉強というのは、もしね、ボーダー付近だった受験生の皆さんは、合格していたらこういうふうな勉強をしようと、いうふうに思われていたと思います。その勉強はぜひ維持していただきたいと思っています。特にですね、来年以降向けていくにあたっては、法律実務基礎科目ですね、実務基礎の民事刑事、それから選択科目、これは今の段階でしっかり固めていく、場合によっては論文式の受験生と同じように論文の合格レベルまで達していくような勉強というのをしていくこと、これが必要不可欠だと思っています。特に悔しい思いをされた受験生の方も多いと思います。ですが一発で受かっていくという受験生もちろんいますけれども、それは多数派ではありません。
まあ、合格していくにあたってですね、まあ、悔しい思いをして、その結果最終合格を果たす受験生の方が圧倒的多数です。その受験生、合格する受験生の多くはですね、失敗から学んでいきます。失敗の中でどのようなところが現状分析として足りなかったのか、それから来年に向けて来年戦うべき受験生とどのような戦い方をするのか、そういうことをしっかりと分析をして、そして向かっていった受験生が合格していきます。今回結果が振るわなかった受験生の皆さんもですね、これは一つの通過点に過ぎないと思っています。ぜひこれから勉強を向けてですね、最終合格に向けて頑張っていっていただきたいと思います。私からのコメントは以上といたします。